2月19日、ルイの警報で、シベレバシルとニヘリズムがツーマンをします。来てほしいなと思って、今動画撮ってるんでちょっと見てね。じゃあ自己紹介いきます。ニヘリズムのギターのミケです。ボーカルのヨシトです。ギターのマキラです。ベースのハイトです。しびれバシル、ボーカル泉です。ギターのマーヤです。ベースのユトです。ドラムのレイです。ということで、はい、戻る来たる2月19日、はい、新宿ルイド警報で、はい、妻やらせてもらうわけでございますが、はい、そのなんか意気込みなんかをね言えればと思うんですが。そうですよ、はい、意気込みなんかを言っていこうと思ってますよ。はい、なんでしょうね。まあなんでしょうね、まあ、あのこっち、はい、シベレバシル的にはちょっとニヒリズムとやれて、はい、じゃあ嬉しいなという、ね、ありがとうございます。あとでちょっと、はい、おひねりでもじゃあちょっとタイマーもさせてもらっててついに来たかという感じですか。そうなんですよ、そうなんですね。結構仲良くさせてもらっていて、もっとこう仲良くなりたいなと思いまして、うん、もっと仲良くなりたいなと思いまして、ツーマン観光でございますよ、はい、嬉しい。まあちょっとね、あのかっこいいライブもかっこいいんですけど、負けたくはないんですけど、いやまあなんかワイワイ ねできればいいかなって。シベレバシルもやばい、いや僕もう失禁しましたもん、バシルさんライブ見て。本当に失禁しましたよ。最初に何だった。泉くんどうですか。ブレブレじゃないか。いやもう興味は何もう言ってもここ最近仲良しランキングもうかなり上位のニヒリズム。ないやもうこの数あるシーンの中でもう上位ないかは言わんけど全然思ってないやん。上位上の方にね。そう、もうかなり上の方。うちは一番ですよ。うちも一番やんけど、まあ、うちそんなにこう今までツーマンはあんまやったことなかったんで、はい、まあぜひ、うん、ありがとうございます。ミキさんとやらせてもらいたいなということで、2月19日ですよ、はい、うん、まあ、こんな感じですよ意気込み。伝わったやろな。うん、キャラ戻った。伝わりましたでしょうか。こんな感じで頑張るので2月19日新宿ルイド警報ぜひお越しくださいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。